つて女子アナブームを巻き起こし、常に業界をリードしてきたフジテレビだが、加藤綾子以降、本物のスターを育成できていない。だが、女子アナウォッチやー、田中コレマサシは、それぞれの素材は確かだけに、きっかけ一つでブレイクしそうな女子アナが、たくさんいますと、特に注目の二人の名前を挙げてくれた。15年入社の宮司成美アナと、16年入社の堤礼恵美アナの二人です。宮司は昨年4月から、夜のスポーツ番組、Sスパークの担当になり、男性視聴者の間で顔と名前が一致するようになった。ショートカットによって、素材の良さが引き立ち、その美貌にも注目が集まっています。19年の富士の女子アナカレンダーでは、夕暮れの住宅街で T シャツ姿の宮司アナがヨーヨーを手に小悪魔的な表情を見せてくれていますが、スレンダーに見えて T シャツを盛り上げる胸元がなかなか立派だと、そのボディにも熱い視線が注がれ始めていますね。田中氏、一方の堤アナは、1月9日をきっかけに注目度が急激に増しているという。お天気キャスター、安倍加代子の代打で、目覚ましテレビに登場し、寒風の中でふわふわのマフラーを巻いて、お天気レポートをした姿が、可愛すぎると大好評で、ファンを急増させているんです。入社当時からポスト、カトパンと期待されながら個性を発揮できず、後輩の久慈暁子アナの後陣を汚する形となっていましたが、久慈アナが失速気味だけに逆転も十分あり得そうです。田中氏、藤井では他に、鈴木優衣アナ、海老原由香アナも存在感を増しつつはある。久慈アナも含め横一線の中から誰が最初に飛び出すか、女子アナ帝国復活の鍵は、そこにありそうだ。